いかがでした？あ、いや、すごい楽しかったです。めちゃ気持ちよかったですね。はい、あ、すごい温かい感じで、めちゃめちゃやりやすかったし、よろしく。本当に、なんか楽しめました。というまで、もっとやりたかったですけども、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。次は行きます。そうですね、一人だとなんか変な感じですね、やっぱりメンバーになって、ね、今日はまあ、あの札幌でね、リグラ亮君とか坂田博隆君が、あのラブのずっとサポートやってくれたメンバーがいてくれたんで、割とリラックスはできましたけど、なんかこう人になったんだなっていう実感はやっぱありました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。来たタオラーです。あの、1000円です。買ってくれ。石田匠です。よし、どうもお邪魔します。今日ね、本当来る予定ではなかったんですけども、スペシャルゲスト、いやいや、そんな大変大それたもんでもないんですけども、ちょっとあの、いっぱい知り合いいるんで、ちょっとの飲みに来ちゃいました。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。どうしよう。ありがとうございました。よかった、楽しかったです。楽しかったです。いや、マジ楽しかったわ。本当ですか？気持ちよかったですね。去年より気持ちよかったですね。やっぱ空気にアコースティックが合っている感じがしますね。楽しかったです。おはようございます。大会最高。おはようございます。いつか空に届け愛の歌、今うまく歌えないけど言葉にできる悲しみが愛しくて、いや、これなんかどっかにあったんで、お前もここにいろ、気持ちよく出していただきました。もうみんなお客さん温かくてありがとうございました。はい、またあの、一回りも二回りも大きくなって帰ってこられるように頑張ります。あー、飲むぞ。風が出てきたから気持ちいい。全部ね、後出番来ましたね。1時間で速攻で片付ける。出れる。
都会。